こんにちは、きらです。今回は約5%の下落高配当株を買うっていう話をしたいと思います今高配当株の株価格が下がってきました積み立て投資以外の買い方はあるのかなと、まあ、お買い得な時だけ買いたい、まあ、こんな方がいるかと思いますなので、まあ、それをお答えして、まあ、2つご紹介しようと思います1つは過去の平均の配当利回りから買い付けをする値段を決めるという方法 もう一つはまあ、チャートを見て、そのチャートからあるね。買うレンジっていうのを決めて、それを買い価格という風に設定するという方法です。はい、今日の内容はまずはチャートですね。高配当株の最近のチャートや配当実績を見ていこうと思います。そして、それを踏まえた3つの高配当株の買い方をご紹介しようと思います。 この動画を最後までご覧いただくと、後配当株が割安になってきたっていうのがまずわかると思います。それを踏まえた上で納得した後配当株の買い方、そして少しチャートの話もしますので、チャートの分析方法も少しだけわかるような動画になっています。ぜひ最後までご覧ください。はい、私本業は会社員ですけれども、このように隙間時間で投資ですとかクリエイターの活動をしています。 で今メインはですねインデックス投資なんですけれども後輩投資家もです、ね、あの今月から少し買い始めましたまたその内容を踏まえてですね今日はお話しできればと思いますはいでノートを始めております、えー、こちらですねメンバーシップ投資家の裏側というもので、えー、月額300円なんですが初月無料でやっています まあ、ほったらかし投資に不安があるとか分散投資に興味がある方を対象に投資の売買実績っていうものを即日または翌日に公開していますでまたミニ,クラ、えー、ミニコラム等々も書いていまして月4本以上は記事にしております参考になりましたら是非チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたしますなお投資は自己責任自己判断でお願いいたしますそれでは始めていきましょう はいまずこちらがですね年初来のチャートを持ってきました、えー、ピンクがナスダックそして青が S&P500 そして紫色が VIG ですねで黒が VYM そして緑が HDB そして黄色が SPYD ですまずインデックス投資として有名なこのまナスダックと S&P こちらに関してはプラスの25%とか11%ということでかなり上昇しています。 後輩当株として位置づけられてはおりますが VIG もですねプラス3%ということでそこそこ上がっていますただ一方 VYM とかですね HDV そして SPYD というものはだいたい5%前後ですね下がっているという状況です、まあ、このようにインデックス投資が好調な時は結構後輩当株下がってしまう傾向がありますこれはもう少し長いですね5年チャートで見てみると、まあ、こういう結果です やはり強いのはナスダックのプラスの71%、そしてサンド B500 の53%、そして,て VIG もそこそこよくて、ですねプラスの49%、VYM とか HDV、上昇していますが、まあ、プラスの22%や15%というところ、SPYD というものはマイナス0.1%で、ほぼほぼまあ変わっていないという感じです。 まあこうやって見ていただくと分かるんですけれども、まあ、VIG というものはまあそこそこ値上がりは期待できるもののそれ以外の VYMHDVSPYD というものはそんなにですねものが期待できるものではないです。もちろん高配当株っていうぐらいですので、えー、キャピタルゲイン値上がりというよりもインカムゲインと言われる配当金がまあメリットになるのかなというふうに思います。 で、はい、ではですね各高配当株 ETF のちょ配当実績を見ていきましょう。えー、まず VIG ですね、まあ、非常に年間の配当金というものもこういうふうに少しずつ増えてきていて、まあ、配当利回りもですね、まあ、2%前後ということで非常に安定しているかと思います。まあ、何よりこうやって見ると、配当金が、ね、年々こう増えていくというのは非常にね嬉しいところかと思います。 で次 VYM、こちらも同じですね。配当利回りはまあ3%前後というところで、まあ、ただそれ以外にもですねこの配当実績がまあどんどんとこうね増えているっていうのは嬉しい限りかと思います。 VIM の方は、配当利回り若干ね、さっきの VIG よりはあまあ高いということになっています。まあ、これは VIG 自体は、ね、最初にご紹介したように、値上がりが期待できていますんで、まあ、株価が、ね、上がってしまうと、配当利回りどうしても下がってしまうので、まあ、ここは致し方ないかなというふうに思います。 はい次、HDV ですね。います。えー、まず配当金ですけれども年間大体こういうふに3ドルちょっとというところで、まあ、4ドルにはいかないですけれども3ドルから4ドルの間をまあ安定して推移している感じまた配当利回りも3%後半からまあ4%ぐらいというところで安定しているかと思います。 はい、SPYD ですねこちらちょっと若干癖はありますが、まあ、それでも配当金、まあ、非常にねこうやって並べてみると、まあ、そこそこ安定してるんじゃないのかなと思いますで配当リマル自体は非常に高いので、まあ、これに関しては、まあ、好き好みあるかと思いますが SPYD も一つありかなというふうには思います、はい、ではですねこのように配当実績を確認した上でじゃあどうやって 高配当株を買うかというところですが、多分一番はですね、まあ、高値で買わないようにするっていうのが一番注意事項かなというふうに思います。まあ、最初に少しご紹介したように、まあ、値上がりそのものはそんなに期待できるものではないので、できるだけ安い時に買いたいかと思います。 インデックス投資ですと、まあ、多少高値で買ってしまったとしてもそこからねどんどん値上がりしていきますんで、まあ、将来5年後とか10年後考えた時にまあ一家みたいな感じで結構ね水に流せる感覚はあるんですけど、まあ、後輩当株特に最初ご紹介した SPYD とかのようなものは、まあ、5年チャートで見るとほとんど変わってなかったですねあえて5年経っても株価が変わらないっていうことは、まあ、できるだけね高値で買わないようにするというのは大事なことかと思います。 で高値で買ってしまうと当たり前ですが含み損になりやすいですし配当利回りも低くなってしまいます一番下に配当金の配当利回りのです、ね、計算式書いていますけどできるだけ株価を安く買った方が配当利回りは高くなるからですねなのででは高値で買わないようにどうするかっていうことで一つご紹介していこうと思います まずはですね最初にお伝えした積み立て投資ですね、まあ、これは基本的な戦略としてありかと思います、まあ、買う値をですね分散することで平均購入単価を平準化できますんで、まあ、高いとこで買ってしまうことももちろんあるでしょうとただコツコツ買っていけば安い時に買えることもあるでしょうと、まあ、それでまあ並べるという感じですね なので何も考えずに買う方法として積み立て投資っていうのは一番ね楽で合理的なやり方かなというふうに思いますで一方そんなに高配当株を定期的にね欲するわけじゃないと今は別に急いで配当金が欲しいわけではないっていう方にとっては別の方法もあるかと思いますそれがま購入単価を決めるという方法ですね、まあ、今日は2つご紹介しようと思っています まずは、過去の配当実績を参照して買う価格を決めるということ。もう一つは、チャートを見てテクニカル分析をしてですね、まあ、買う金額を決めると、まあ、こちらの2つをご紹介していこうと思います。はい、まずですね、配当実績を参照して、平均株価以下で買うっていう方法を考えています。 これはまず左側に配当利回りこれは2019年から23年のですね配当実績から持ってきましたこの平均の配当利回りと平均の年間配当金こちらを4つの銘柄で出していますこの2つの情報があれば平均株価というものを出せるので平均株価を計算しますそうすると VIG は139ドル VIM は96ドル HDV は94ドルそして SPY では35ドルという感じです、まあ、これが平均の株価になりますので、まあ、平均以下で買えばまあ一つの解釈としては高値ではないというところかと思いますなのでこのように配当実績を参照して平均株価を出すことでそれ以下で買うというふうにするのもいいかと思いますでこれはもう やり方は好みでして今回はヤフーファイナンスで持ってこれる19年から23年の配当実績から計算しましたけどもっとですね短く1年とか2年とととかか2でやってみてみもいいと思い思ます特に2020年はコロナショックで株価がぐっと下がり配当金等にも影響が出たかと思いますので、まあ、こういうねショックの影響をあんまり気にしたくないという方はこれを1年2年で計算してみるのもいいかと思います。 はい、で2つ目これはですねチャートを参照してレンジを見極めて買うっていう方法ですねまず今回はこの SPYD の過去5年チャートを持ってきましたがこうやって見るとですねなんかこう層が見えるのが分かるかと思いますまずこのコロナショックというものは無視していただいてこういうふうにチャートが始まっていますそうするとなんとなくここら辺でぶつかりますねでここもまた上昇するときにぶつかるで下落したらまたここでぶつかる 特にここでですすすねねかりやすいです、ね、こをこ行ったり来たりしてるのが分かるかと思いますでコロナショックの後を回復した後今度上の相場をこういうふうに行ったり来たりするっていう感じ多少ここは超えますがここを除けばまたこういうふうにぶつかるでちょっと下にぶつかるとまたねさっきこの下で支えられたラインでまたぶつかって上昇するでこういう感じでまたレンジを動かしてでまた今度また下レンジで動いてるっていまさにこんな感じでね SPYD 分かりやすいかと思います 結構チャートって普段見ない方からするとこうやって見るとあこうやってなんか規則的に動くもんなのっていうふうに気づきがあるかと思いますなので、まあ、過去5年を見てみるとだいたいこの青いラインのどっかでね推移してるっていうのがわかるかと思いますなので特に今回はですねこの赤いライン中間値あたりここでも大体ラインがねレンジで分かれるのがわかるかと思いますここを引いてみましたけど例えばここの赤いレンジの赤い線以下で買うと いうことをすれば、まあ、高値ではないいだろううのでこういうふうにチャートを見てですね、まあ、大体この辺り動いているので、まあ、中間値平均値ぐらいをですね自分で見定めてそれよりも価格が安くなったら買おうとかっていう考え方もありだと思いますでこれは VIG ですねで VIG はちょっと上昇を見込めるような後輩当株なので2年弱で持ってきました こうやって見てみると VIG もですね大体この青いラインで動いているのがわかるかと思います特に今回は3層に分けてみましたけどもまあこ,こから始まりここでぶつかるでまたぶつかるでちょっと超えますが下がった時はまたここら辺でぶつかるで一番上昇はこのね青いラインでまた下がりぶつかるぶつかるでこうまた行ったり来たりして今度下でねまた青で支えられる、まあ、こんな感じで層がねいくつかレンジが分かるかと思います なので VIG の場合は上昇を期待できる銘柄なので今回2年弱で持ってきましたけど、まあ、このね赤い下の線か上の線このどっちかの辺りを自分でね買う価格というふうに決めてこれよりも下がったらまあ買い始めるとかですね、まあ、こういうやり方もいいんじゃないかなというふうに思います。 まこれに関してはあの過去の、ね、配当実績を参照しようがこういうふうにチャートを参照しようが本当に正解というものはないので1、まあ、つの例として今日はですね過去の配当実績とチャートを見ながらというこの2つをご紹介させていただきましたそれ以外にもいろんな方法があるかと思いますしあのもし、ね、こういうことをやっていますというのがあればぜひコメント欄で教えていただくと嬉しいです、はい、でおまけですね最後 まあクラッシュ時に大量購入というする方法もあります、まあ、ただクラッシュ自体はですね、まあ、10年に1回ぐらいしか起きませんので、まあ、メインの投資方法ではないというふうに考えていますなん、まあ、でかっていうと機械損失になりやすすいからですね左側に過去95年の市場の暴落つまりクラッシュを持ってきましたが過去95年で8回しかないです。 つまり言い換えると、ざっくり10年に1回ぐらいっていうことですね。それを考えるとまあ、10年に1回、つまり9年は、なんだかんだありながら少し上昇していく相場なので、まあ、9年ね、投資を全くしないっていうのは、あまりにも機械損失かと思います。なので、クラッシュ時に体力購入する方法っていうのは、あくまでおまけみたいなもの。普段の現金の待機資金として持っているもの。普段のその現金を、まあ、ちょっとね、使うとか、 もしくはこのクラッシュ時用に現金を別でねなんか20万とか50万とか100万とかっていうのを抑えておいて、まあ、それをクラッシュがもし起きたら使うという感じがいいかなというふうに思います、まあ、あくまでおまけであってこれはもうメインの投資としてはあしないというふうに考えていますはいということでご紹介させていただきました後輩当株が下がってきて、まあ、買うチャンスかもしれないと で買ううチャンスってていいいいいののは結構ね突然訪れるので準備していた方がいいかと思います過去にゴールドの動画でご紹介したように、まあ、気づかないうちにあれ下がってるとかですねあ気づかないうちに上がってしまったっていうこともありますので、まあ、こういうふうにですね自分でこういう得意になったら買うというルールを決めておくといいかなというふうに思います。 はいということで今日のまとめです高配当株は値上がりが期待できないので、まあ、高値で買わないように注意したいところですで積み立てとして購入単価を標準化するっていうのはこれも一つのねあのルールでやりやすいことかと思いますそれ以外にも今日は過去の配当実績を踏まえて購入価格を決めるもしくはチャートから購入価格を決めるという方法をご紹介させていただきました ぜひですねあなたの購入ルールというものがあればコメント欄で教えてほしいです非常に勉強になりますのでぜひよろしくお願いいたしますはいで過去にですね後輩当関係の動画いくつか出していますでまずは誰もが悩む後輩当株すべきということでまあ私自身はですね今はインデックス投資をメインにしています後輩当株は本当に今月から少し買い始めたぐらいです でその、ね、理由っていうのは基本的に今本業ね会社員していますんで給料で生活していますつまり配当金でもないらないんですねなのでそれだったら今はインデックス投資がメインということでその結論を出していますでまたインデックスと高配当株ちょっとね上昇と過小の,の値動きっていうのは少し違うのでこちらをまとめた動画も出しています まインデックス、後輩とか、どっちがいい、悪いっていうのはないので、それぞれね、特徴を整理したいという方は、ぜひこちらの動画もご覧いただくと嬉しいです。はい、ということで以上でございます。あの、いろんなね、媒体でコンテンツを配信していますんで、ぜひご覧いただくと嬉しいです。今日もご覧いただきありがとうございました。ぜひですね、動画のリクエスト等はコメント欄に書いていただくと嬉しいです。それでは今日もご覧いただきありがとうございました。良い一日を。